お疲れ様です。今日はですね、こちらのアチャクイーン迫撃ロケットやっていきたいと思います。ということでですね、迫撃ロケットは定期的になんかあると思うんですけども、それのアチャクイーンバージョンが生まれましたね。前まで何だったか、メガゴとかザッピーとか、昔すごいヤリゴブとかの、デッキだったんですけど、それの新型ですよ。アチャクイーンなんでめっちゃ強そうなんですけどね。これ迫撃で攻めまくってダメージ通んなかったらね、もうガン守りのロケ削りということです。さあ今日はこちらでねやっていきたいと思います。もう最近でも増えてますからね、このロケット削りですね。もう守ってロケット打っとけば勝てるよねっていう、クラロワって多分守ろうと思えばね、ガチでこうスペル削り以外の相手は多分一生守ってられると思うんですよ。そうで、守れるからこそ、やっぱこう、枯渇デッキとかも、ロケットが入ってたり、もう守ってロケで勝つみたいなね。とか、クロスも守ってロケ打って勝つとかがあるわけですから、守りは本当強いわけなんですよ。クラロワにおいてね、守りっていうのは。そうだから、もう守って、ロケット打っとくだけっていう。で、迫撃で攻めて、こういうムートとかいるとね、やっぱダメージが通んないんでね。さあ、そういう相手には、もうロケット打ってこうぜっていうので、さあ、ここは、バルキリー使わなくても、耐えれそうですね。さあ、ゴレ来ましたね。ゴレか。ゴレは、ユニット固まったらロケ打つぐらいで、あとは防衛迫撃と圧着衣で溶かせそうですけど、どうでしょうか。で、トルネもあるので、迫撃で寄せてからの、あれでもいいかもね。トルネで近畿と、こういうのはロケでいいと思いますね。圧着衣でもいいんですけど、ロケットの方が楽っしょっていうので。いや、これなんか、引っこ抜きたいね。引っこ抜きたいんだけど。なんか、タイミングむずいね。一体だけ持っていくか。これ、ゴレが破裂した後の、いや、左側欲しい。いやー、両方行く。左側行ったね。よし、さ、ゴレに対して、もうキング起動できたので、で、今回の相手が、ムーとライドラか、もしかしたら、いないっすね。その、ライトニングが。レートに入ってない。わかんないけど。入ってる方も、あるっちゃあるんですけど、ない可能性もあると。で、なかったら、もう、それはもうね、守って。一生守ってくれ。最後の残り3秒ぐらいで攻めロケ打って勝てばいいって感じですね。はい。それまでも一生今でいきますか。圧着衣から合わせてもいいし、どっちでもいいけど、圧着衣合わせて防迫するか。で、困ったら防衛ロケ。はい。でも相手も、ロケット対策で多分ユニット散らかしてくると思うんですよね。散らかすっていう言い方ちょっとあれですけど。うん。さあ、こんな感じでね。ユニットがね、多分散らかってきます。で、このロケット打てるとうまいんですけど、僕もそこまでのロケットのエイムが非常にいいわけでもないので、はい、ロケット打たずに、一旦ステイでね、走ってきそう。やめて。消えろ！間に合わないか。さあ、ゴルナイ来る。で、これ攻め迫したいですけどね、どうだろう。おとなしくするか。一旦おとなしくね。ムートがね、意外とやっぱ厄介ですよね。僕からしたら。さあ、着衣出して。防衛ロケはね、やっていかないといけないですよね。絶対どっかで。さあ、ここは、よくて、ここか？さあ、で。おー、ゴルナイが走るのがちょっと怖い。でも、こうなってくると、このゴレのっていうんだ、なんだ、なんかのちっちゃいダメージとかでしか、お互いね、ダメージが通らないんで、僕もちょっと怖いですよね。さあ。で、迫撃砲と LSP のチェーンぐらいで。あれ？これなんか、おかしい。無理やりダメージを入れられる。これでも耐えたらロケがやっぱあるんでね、耐えたいっすね、本当に。さあ、ちょっと高めゴレ、なんか外側ゴレのルート強制が入ったんですね。よいしょ。さあ、しっかり守っていこう。何がどうなってんのかちょっと分かりにくいよね、ユニットの位置が。さあ、これロケ打っとくか。余裕あるんだね。
余裕あったらロケット打っとかないと、で最後のもう一回のロケで勝てれたらいいかなーって理想ですけど、打てるかなー。さあ一旦耐えます。さあ一旦耐えて、ロケ打って、さあウッドで、削り逃げるという非常にねずるいデッキです。はい、危なかったですけどね、まあ、危なかったですけど、マチャクイと迫撃の鉄壁と、この最後にロケット打っとけばいいやろっていう、まあ、ロケですね。さあナイス勝利です。オーケー。でなんか正直 ASP じゃなくてもハイスピですごい良さそうなんですけど、まあ、エレスピはスケラー防衛にめっちゃ強いんですよね。まあ、あとはコンブリとか。そう、ファイスピは、まあ、攻めってイメージで。で、エレスピは防衛ってイメージで、まあ、今回は、まあ、防衛に寄ってるって感じかな。まあ、言うて、どうなんだろうな。なんか、アチャクイも攻めで結構活躍するじゃないですか。そう、だから、迫撃のダメージを狙う、アチャクイのダメージを狙う、で、最悪最後はロケ。もう、最初からロケでもいいんですけどね、ぶっちゃけ。あー、で、こういうのがね、ちょっと、めんどくさいっすよね、普通に。ロケオのダメージ嫌ですね。うん。さあ、まあ、これはウッドで。キョスケロケホースケブか。いやー、まあ、ロケオのダメージ結構痛いね。400ぐらい入っちゃってんだな。なんだろうね、ホグ、さあ、バルーン来ましたね。で、これはもうしっかり、釣ってあげて、はい、キング起動で、いや美味しいですねこれ。しかも施設迫撃にはバルーンが強くなったって聞いたっすけどね。さあ、でこういうのはスケとかで寄せながら、このレイジーが嫌だったら LSP を使うんですけど、いやなんなら右の方が受ける。いやキング起動が強いと。さあ完璧にもう勝ったんじゃないでしょうか。まあバルーンね、施設トルネで守れるし、最悪圧着位でも守れるし、最悪なロケットでも守れますということで、まあ、どの方法でも守れるので、なんかもう積極的にロケット打つなり、まあなんか削っていきたいね。まあ、サイド、まあだからロケ砲がうざいね。ロケ砲トルネウッドでしばいてバルーン来て厄介ぐらいか。キョスケランバーなのがちょっと嫌っすよね。さあ、でもこれは圧着位が行かれると思うんですけど、まあ圧着位ぐらい行かれてもええやろっちゅう。そんなわけで。なんなら残る。お前優秀か？で、ロケもあるんで、これちょっと使っちゃって。さあ、ロケ打って、フリーズがない限りはもうこれで相手、きついですからね。このロケはもう早めに、あーん！絶対レスピーランかったやん。でもね、ゴリゴリ相手がバルーンだからなんだのとか、もうそんなの知らないっすね。相手がバルーン、そっか、でもいいや、関係ねえやの、ロケと、うん、トルネ使ったりロケ削りはね、意外といいかもね。さあ、で、ここはしっかり、ああ、いいやな、雨ですね。今のはちょっと怖かったけどね。さあ、もう何でも守れるので、ゴリゴリに攻めちゃいます。いやー、マジでこれ強い。圧着いた、お前、どこ打ってんだ、お前。しっかりタワーに攻撃してくれにゃ。ね。で、俺、ASP ぶっちゃけも使うとこないので、攻めで使っちゃいましょうか。で、これ多分ガゴムレ待ってくるんですよね。はい、ガゴムレこれめんどくさいんですけど、もうこれロケですね。相手の削りがガチで、ロケ砲ぐらいしかないんですよ。そう。中型呪文がないんで、もうそういう相手にはね、こんな感じで、もう一生守っとけばいいですよね。で、これに関しては美味しい、ガチで。バルーン連れて、なんなら圧着位が、大活躍してくれるんじゃない？なんかいい感じに、めっちゃいい感じのトルネード決まったみたいなとこない？なんかめっちゃ微妙なトルネードだった？で、ガゴムレ追加が来るかな。さあ、まあ、早、まあ、ロケは打ってもいいよね。いや、なんかさっきの試合もですけど、まあ、相手に呪文がなければ、一生守って、最後にロケ打てば勝てるっていうので、こんな感じで、もう一生守って最後のロケでいい。なんならね、トルネードも使わなくても戦えるよねっていう。今のこれトルネードで見せてもよかったですけどね。
やばい、やズルなんですよね。だからガチで、さあ、いやいいスケブだ。でもウッドで削りながら、これだってどうやったら負けるんだろうってなりません？まあなんか変なことしたら負けるんじゃないですかね。あーで、ケツバルーンが僕結構嫌っすね。はい、ケツバルーンってね、意外と強いんですよね。で、2周目の逆サイランバルとか来るっすね。あー、ランバルではないと。で、俺これダメージちょっと稼がないとやばいんで、ロッケ打ってからのトルネで下げて、さあ勝てるよねっていう。いや、そうなんですよね。こういうのをね、多分やってると。でも相手からしたらね、いやもう、うざって。俺でもなるっすもん、こんな。こんな、もう一生守ってロッケ打ってるだけなの。はつまんなってなるっすけど、まあ、クラルは本当にね、ロケット削りマジで強いんですね。結局ね。結局やっぱ守れる、てか守りが強いってなると。陰キャ最高っていうね。さあ、ということでね、まあ、今んとこもマジタイブレーカーゲーになってるんですけど、相手によっては多分もっと攻め迫撃とかも通ると思うし、なんならもっとゴリゴリに攻めてもいいかもしれないですね。迫撃で守れる自信があるなら、まあそこはもう人次第というか、もうね、自分との戦いですよ。守れるか守れないかは。よいしょ、はい、釣ってく。さあ、ベビドラーってことは、アン・ラバクロちゃんじゃない？わかんないけど。ここに、ホバとか来るとめんどくさいなーって思いながら、ホバ来た瞬間、着衣、アイン・ガン・ムシです。さあ、ラバクロです。まあ、ロケット打って、LSP やっときゃ守れそうですけど、どうでしょうか。ホバ嫌だなー。で、ホバにロケット打った瞬間、ユニット追加来るんでしょう。お前、どうすんだよーって感じなんですけど、まあそんなん知らんかなって感じで、この方がめんどかったら逆生かしてもいいっすね。うん、さあ、でトルネエレスピの耐えゲー、あー、これ隙挟んであげたらよかったかな。痛いっすね。なんかよくね、海外プレイヤーとかやってますね。ラバの後ろのホバうざかったら、まあ、バルーン持ってる相手には良くないですけど、まあ、ラバクロか。ラバルホバってまあ、極バレにしかいないんで、そういう相手にはね、もう、逆サイド、ポイってホバやっちゃえば、逆サイド落ちることもないし、っていうので、まあ、ぜひ、まあ、やってみてください。暇なんで。さあ、で、圧着衣をこれ裏に落とすとやばい気がしたな。さあ、LSP で、あれ LSP で全部飛んでね。悪い。わあ、それは悪い。LSP であのホバ飛ばないのはね、まあ、事件っすよね。さあ、でも、11には持っていけそうかな。まあ、一旦多分この辺全無視じゃない？まあ、ここだっか。さあ、で、圧着衣、俺、早く、抹殺されてくれないと困るんすね、俺が。暇になっちゃう、マジで。やべ、待って、ガチやばい。ほんとに。やばい。いろいろとやばい。やばい、マジでやばい、本当に。これロケットで無理ですよね。はい、ラバクロ、無理ですね。いや、だから俺 LSP ホバに行かなかったの、あれ疑惑だと思うんですよね。あれ行ってれば勝ってました。はい。まあ、そこともあるよね。まあ、ロケなんで。はい。ロケ削りの、まあ、弱点みたいなところですよね。なんか、ホバとか、まあ、マザネクとか、まあ、このデッキだったらマザネク全然痛くないですけど。それはやっぱロケットとかのデッキはね、なんかああいうこう癖強めのカードがね、すごい嫌になってきますよね。そう、それこそやっぱスケラとかも厄介になってくるからの、いやもうマジでチンパン。本当に早すぎる。
LSP 咲いたから俺が。LSP 咲いたからさ、この橋前ジャイスキラー、ガチで、ジャンポンケンタイムで行かれてる。いや、痛すぎ。いや、これマジで、落ちんすね。ケツメガゴの橋前ジャイスキラーか、覚えとかんとやられるっすね。スケブ？あー。いやー、これあれだな。トルネでキング起動もできる HP じゃないっすね。てか、なんかメガゴのジャイスキラーって珍しいっすね。なんかガゴとかコウモリなんですよね、ジャイスキラーって。そうで、オリオン、いやなんか珍しいじゃん、珍しいっすね。普通じゃないジャイスキラーっすね。はい、まあこっからはスケレスピーウッドでスケラを毎回ゼロダメに抑えていけば全然勝てます。いやーもう来ようとしとるやないかい。すぐえぐ始まりジャイスキラーしても、もう顔してるやんっていうね。えぐ、これしかしたことないだろう。さあ、でも上と下で。いや、痛すぎるな。で、なんとなく、これ、裏ミニペ来るかな。いやー、スキン竹行けば使ったけどな。まあ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 、これぐらいは。あ、でも、なんかあれ意外と、あれ相手が攻めすぎたことによってバカ刺さる、バカ刺さる、バカ刺さる。お、バルキリスケでバカ刺さるやん。ね。さあ、で、このメガゴもぶっちゃけ嫌なので、はい、これで下げて、攻め白しちゃいまーす。相手遠距離キーがいないっすね。で、LSP、おるんか、LSP 打ったればね、ある程度は耐えれると思うんですよね。いや、めっちゃ着衣。ガチで。強すぎる。さあ、ウッドで削って、で、できるだけこのちっこいので高回転で回したいですね。これスケラ来る用の後ろに下げてあげると、ここのユニットだけで、あ、プリンセスタワーがあのジャイ殴らんといて、よしよし。で、ここでもう一回攻め吐くかな。まあどこに置いてもいいんだけど、ファルチェの角度でうまいこといかれるのが嫌だよねっていう。いやー、これね。いやー、着衣、うまいね、ファルチェの角度が。俺ぐらいになると、もうやりたかっただけ。で、これをやることによって大ピンチが訪れます。まあ、これ、ジャイを即溶かしでウッドエレスピあれば。さあ、ウッド。ウッドエレスピの、完全防衛ロケットケンズのリーンって感じで、まあ、ほんとエレスピは多分スケラ用っすね。はい。まあ、こんな感じで、気合で頑張るぐらいかな。オッケー、ナイス。ということで、このロケットアチャクイですね。まあ、アチャクイ持ってなかったら、ここがロケ砲からのエレスピの枠が、まあ、ザッピーだったり、ヤリゴブだったり、メガゴだったり、まあ、いろいろありますね。まあ、ぜひこの方もね、使ってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。